海そっと君の部屋に侵入してみる。突然の雨が夢の中で君を濡らし始めるよ。歩いてくるあの綺麗な人、後をつけて夜になれば僕はもう闇に溶ける。帰り道が怖くなるから、何度も帰ろうとしたよ。例えば目の前から歩いてくる僕を見た時に怯え逃げる人はいない。僕はそれが苦しいよ。帰り道が怖くなるから、君に会いたかったけど、夜のベンチで眠る。先生、どうして僕は土曜日の夜にそっと君の部屋に侵入してみる。突然の雨が夢の中を濡らすのは僕の涙。